どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は南九州市の人気店斜め屋さんをご紹介します。中国四大料理を習得した店主の自宅開放型のお店で激うまな一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。どうもいつもありがとうございます。私は今ですね、国道225号線ですね、川鍋峠を向かって、川鍋方面に向かっています。そうですね、今向かっているのは、南九州市の、斜め屋さんに向かっています。はい。でいつも通りですね、撮影アポイント取ってずに、突撃のアポイントになります。斜め屋さんすごい前からですね気になっていたお店なんですが、なんか店主さんが中華料理をバックボーンに持つ方ということで、中華料理も結構美味しいという話も聞いてます。撮影アポイントの方なんですけども、何年か前、5、6年前なのかな、鹿児島では放送なかったのかな、わかんないけど、テレビ東京さんの取材に受けられてテレビも出てらっしゃるので、多分いけるのかなと思う感じです。あと雑誌もね、鹿児島の雑誌にも出てらっしゃるみたいなので、まあなんとかそういう期待も持ちながら今行っております。さあ、斜め屋さん、地産地消のラーメンもあるということですが、どんなラーメンに出会えるか楽しみです。じゃあ気をつけて行ってきます。さあ、残り1分120メートル先にお店があるということです。確かこの通り過ぎちゃいましたね。やらかしちゃいました。通り過ぎちゃいましたやばい通り過ぎました。この郵便局の隣ですね、勝目郵便局、これですね、郵便局の隣のこれですね。11時から不定休、これやってるみたいですね。準備中って書いてますね。ちょっとですね、撮影許可をいただきに行ってみます。お店の方いらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっとすいません。あ、こちらごめんください、すいません、忙しいと。私鹿児島のラーメンを YouTube、はい、インターネットの YouTube 動画で撮影しながら回ってるもんなんですけど、開店、はい、と同時に僕が食べてるところを撮影しながら食べたいんですけども、はい、撮影許可をいただきに、はい、ちょっとこちら、はい、あ、ちょっと待ってください。はい、あ、全然11時からでいいんで、先に許可だけいただければいいかなと思います。はい、はい、待っときます。まだいいですか？あ、待っときますから、大丈夫ですよ、はい、いいですか、はい、すいません、ありがとうございます。撮影 OK でした。よし、はい、と言ってくださいっていうところなので、ちょっと行ってきます。南薩縦貫道南九州川鍋インターから車で10分くらいのところにあります南九州市川鍋町斜め屋さんにお邪魔します。なんとですね、開店までまだ30分もあるんですけども、お店の中で待っといていいですよっていうことなので、行ってきますね。はい、すごい、本当にこう古民家ですね。よいしょ。
すいません、お邪魔します。はい、はい、おはようございます。ここまでいいんですね、はい、ここまでこちらが七宮さんのメニューになります。ラーメンメニューや単品メニュー、そしてご飯もの餃子などがあります。そしてお店の中を見渡すといろんなメニューがあり、豚骨ラーメンもあってみたり、サービスランチセットメニューもあったりします。今回この中から一番人気の特製ラーメンをオーダーしました。さあ、ラーメンが来るまでに昆布茶を飲みながら待ってます。辛くない？大丈夫です。もうこの昆布茶の粉でスパゲティ作るんですよ。あ、そうなの。昆布茶はスパゲティをアルデンテで湯がいて、ごまと昆布茶をまず、ごま、黒ごまでも白ごまでもいいんで、まぶして、あの昆布茶を まぶせばすごい美味しいですよ。それだけで、あのサラダパスタ、はい、なんかまぶすだけでもいい。まぶすだけ、まぶして、うん、まあ、だからもう麺を湯から上げたら、まあ、オイルでちょっと慣らして、でその後にその昆布茶をぶっかけて、昆布茶の粉ですね、うん、でごまを振りかけて食べれます。美味しいですよ。さあ、いろんな話をしながらラーメンを来るの待ってると着丼です。もういないです、何もいいです。さあ、いただきますということで、まずはスープから。おお、このスープうまい。あっさりしていて、しっかりとしたコク、そして醤油の香ばしさが印象的なうまいスープ。スープのベースは豚骨は背骨、原骨と地鶏、両方とも鹿児島県内菜を使用し、そこに合わせたのは指宿産の数種類の鰹節、江口浜沖で採れたいりこ、干しエビを配合。鹿児島県産の醤油をベースとした秘伝の返しだれを配合し、スープのあっさりとした旨味と醤油の香ばしさのあるしっかりうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしていきたい麺は中太ストレート麺。いやいや、この麺もうまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、程よいコシともっちり食感、麺とスープとの相性が良く、麺にしっかりスープが絡み、口まで運ぶとスープの旨味とともに醤油の香ばしい風味が口の中で広がって鼻に抜けていくのが分かります。この麺すすり心地、喉越しもいいので、最初からじゃんじゃんバリバリといけるやつ。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、この七宮さんのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー。いや、このチャーシュー絶品。肉質と脂身のバランスのいいチャーシューは、一度焼き豚にした後に煮付けをしていて、少しの肉質に柔らか食感、うまいので立て続けにもう一枚パクパクいけば、そんなうまいチャーシューと麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、いやいや、これがうまい。チャーシューのうまみ、麺のもっちり感が一緒に楽しめてめちゃくちゃうまい。お次は大きめにカットされ、しっとりと湯がかれたキャベツを麺にくるみ、口の中に放り込めば、キャベツの甘み、そして麺のもちもち感も一緒に楽しめて、これもうまい。立て続けにメンマも食らえば、コリコリ食感で美味しいメンマ。てなわけで、中盤から終盤に向かい、このうまい一杯に没入しながら、もう一度キャベツと一緒に麺を食べてみたりすると、最後の一口の麺を一気にすすって、最後はスープにしっかり浸したこちらの味玉を一口でパクリといただきます。いや、この味玉もうまい。半熟具合がちょうどよく、スープとの相性抜群でうまい味玉。
もう一口パクリと味玉をいただけばスープを飲み干していきます。そんな七海屋さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も美味しく会員完食です。七海屋さんの大将は料理人歴50年、名古屋の中華料理店で修行し、中国四大料理を習得したそうで、さまざまなメニューのレパートリーを持っているとのこと。取材のインタビューの時は料理の話やラーメン談義が楽しく長居させていただきました。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。大将ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。参加した。はい、ということで、南九州市は、長宮さんですね、特製ラーメン食べましたけどめちゃうまかったね。あっさりしながらしっかりとした返しのコクというか深みのある旨味があって本当にうまい一杯でした。でチャーシューも本当にねトロトロして美味しくて、麺もねもっちりして美味しい一杯でした。大将も奥様も娘さんかな、もう一人の方はすごく親切丁寧で、本当に気持ちよく撮影もできて本当いいお店だと思います。ぜひね、南九州市来られた際はこちらですね、長宮さん食べに来られてみてください。はい、それではまた。